昔、あるところに旅の僧が妙見神社という地を訪れて、ある家に泊めてもらったそうです。家の中で両親とその娘が泣き続けるので訳を聞くと、村の習わしで3年に一度人見悟空にせねばならず、その悟空に娘が決まったのだといいます。生贄を要求する神はおかしいと思った僧は、その夜問題の神社を訪れて姿を探しました。すると夜中に大量のタヌキが現れて、信濃の国の弁べこ太郎に、あのことこのことを聞かせるなと踊り出しました。その後僧は弁べこ太郎を探しに出かけ、ようやく見つけ出し、それを連れて帰ると、人見悟空の日に娘の代わりに弁べこ太郎を神社に送りました。しばらくすると戦い合う声が聞こえ、やがて静かになりました。あくる朝、僧や村人は辺りにたくさんのタヌキの死骸を見つけたそうです。そして弁べこ太郎も発見されましたが、そのまま息絶えてしまいました。Thank you.
楽しい海の仲間たちの演奏をお聴きください。Thank you.
しくなっちゃって踊りたくなっちゃったんだよね。もうちゃんと吹かなきゃダメじゃん。次はちゃんとやってね。いくよ。皆さんも手元にある歌詞を見ながら口ずさんで聴いてみてね。